はい、こんにちは、てっちゃんはジャーナリスト、いつもご視聴ありがとうございます。このね、元横綱白鵬宮城の親方の、ね、一連のね事件とか見ててね、モンゴルと人間、まあもちろんね、生まれた国とかね、育ち方とかね、環境が違うので、日本とモンゴルって何の違いがあるんかなっていうね。まあいろいろ調べていくとですね、変なワードが出てきてね、これはね、ちょっと口にはっきり言えないんですけど、例えばね、おもてなしに自分の奥さんをとかね、自分の娘をとかっていうのはね、そういうワードがね、結構多いんですよ。で、私のコメントの方にもね、事実わかりませんが、外から来るおもてなしの人のためにね、自分の奥さんをとかね、娘さんをとかっていうね、ことをする風習があるっていうようなことがね、もともと遊牧民でね、なんていうかな、他のよそのね、こうあれを入れるのが喜ばれるとかってね、昔は言われていたらしくてね、ちょっとね、感覚がね、ちょっと違うのかもしれないです。うん。で、これはね、ちょっとね、例えば、モンゴルおもてなしに、〇〇とかね、いろいろ検索してみてください。僕ね、僕も検索したらちょっと怖いようなこと書いてあったんで、もうこれ以上は言いませんが、まさかね、そんなことはないだろうと思いながらね、ちょっと恐る恐る検索をしてみたりもしてみました。それとね、やっぱりもう一つはね、白鵬米っていう米のね、米をゆくゆくモンゴルで作りたいということで、白鵬米をね、今広げてるっていうのが日本でありましたけど、やっぱりね、モンゴルっていうのはね、羊の肉とかね、まあその辺を食べて、まあ米もね、一つの主食ではあるんですよ。で、主食ではあるんですけど、モンゴルで作るにはね、ちょっとモンゴル寒すぎるのと、あとはね、米を作る期間っていうか、まあね、寒いので、こう、暖かい期間とか、場所がね、制限されてて、作る量が、まあ、限られてる。で、美味しいものができる、こう、土でもないしっていうようなことが言われていて、今現在はね、まあ、四国の方から、まあ、米を入れてるとかっていう話があります。だから、なんかね、いろいろ方法はあるかもしれないみたいなことは言ってるんですけど、だからそこにね、白鵬が言うね、その米をゆくゆくね、白鵬米、日本で学んでモンゴルの元の力士とかね、その辺のあれにこう、なんていうかな、米作りをゆくゆくモンゴルの川の近くにねっていうような話があるんですけどね、これね、にわかにね、ちょっとね、僕難しいような気するんです。でね、いくらね、米の作り方を学んでも、土が違う、気温が違う、まあその他いろいろね、環境が違いすぎてね、例えば極端な話、北極で米を作れって言われた時に作れないでしょ。それをね、ゆくゆくはモンゴルでっていうことになるとね、なんかね、そんなことできるのっていう気になったりしてね、なんかね、僕は正直ね、白鵬がしてるその不倫とかね、そのいろんな、まあお金に物を言わせるやり方とか、そういう米を作って米をなんとかするっていうその理想論を掲げてるけど、もともと基本無理なものをね、できるかのようにね、やってるっていうことがね、ちょっとね、僕はね、正直理解に苦しみます。皆さんどう思います?ちょっとね、いろいろね、今回の白鵬の事件が出てきてからね、まあモンゴルの、さっき言ったようにモンゴルの習慣とね、日本の習慣とか、いろんなものの考え方をね、いろいろこう、自分なりにね、いろいろ調べていくとね、どうもね、違うんですよ。発想とかね、僕らの、まあ僕が普通すぎてそうなのかもしれませんけど、考え方とか、やり方とかね、対奥さんに対する気持ちとか、
お金に関する感覚とかね、すべてがね、なんか、真逆みたいな感じがしてね。だから、そもそもその辺のところをね、クリアできてない方が、親方を名乗るとかね、師匠をするとか、部屋を持つとかっていうことが、現実問題ね、可能だったのかどうか。まあ、体格とかね、体つきからして相撲を取るっていうことはね、問題ではないと思いますけどね、その生活をする意味でね、まあ、子供の頃からね、日本に来ていろいろこう、日本には慣れていくっていうことでね、その辺の、ね、一概にモンゴルの人たちがとか、過去のモンゴルの習慣がっていうことではないんでしょうけど、ちょっとね、白鵬には特にね、難しいなっていうような感じがしましたね。ただね、他のね、今の横綱とか、鶴竜とかね、あの辺はね、ちょっとまともそうな気が僕するんですよ。春間口とかね。だからみんなね、見た目とかね、やってること見るとね、結構まともで、朝青龍もね、暴れん坊でね、こう、非常に問題児ではあったけれども、純粋そのものでね、その辺のところ、まあ、でも朝青龍もね、まあ、モンゴル人の奥さんと別れて、またモンゴルの方と結婚、再婚しましたよね。で、結局ね、国際結婚ってね、言葉も違うんですけど、白鵬が、やっぱりモンゴルの女性はいいね、みたいなことを発言したみたいなことが、出てましたけど、やっぱりね、言葉が通じてもね、やっぱりね、子供の時そうだったな、子供の時馬に乗ったね、とかね、モンゴルでこうだったな、ああだったねっていうね、会話のね、ネタ。これがね、言葉が通じても、あるいは、一時的にパッと一目惚れで綺麗だなと思っても、話していくとね、やっぱり、同じ国で同じ育ち方を子供の時した女性に気が行くのは、これ普通だ、まあ、当たり前とは思うんですけど、そういう意味ではね、無理に帰化をして、もともと帰化したくなかったんかどうか、その相撲界に残りたいがためにね、帰化をしたとなるとね、で、日本人の奥さんを奥さんにもらったのは、日本の相撲を成功させるためにはっていうことがあったんじゃないでしょうかね。ちょっとね、僕には理解できません。